こんにちは、話しろココアです。ということで、よいしょ、久しぶりにコストコのサーモンを買ってみました。今回買ったのは 1140g のものですね。 1.1kg ですよ、 1.1kg。 なるほどね、結構 1kg 重いなって思ったんだけど、 1kg 太るってこんな感じなんですね。私1日で 3kg 太ることとか全然あるんだけど、これが3個分も増えてるってこと？今日はね、なんでねサーモンを買ったかっていうと、こちらのサーモンを使ってサーモン麺を作っていきます。それでは早速作っていくぞ。ココチューブ。サーモン麺は動画で一回作ったことがあるんですよね。実際にプライベートで食べたのを含めると、まあそれ以上食べてるんですけどね。動画では2回目。何年前だったかな、多分2年ぐらい経ってると思うんだよね。あ、美味しそう。元服じゃ元服じゃ。うわー、今ね持ち上げただけなぜかね油を感じますよね。じゃあ細長く切っていきます。まずねちょっとね大きいので半分に切りますね。おー、こっちがお腹の下の方だから大トロの方ですね。前回サーモン麺を作った時、あんまりね細く作れなかったんですよね。だから今回は細く作りたいなと思います。やっぱり太いですね。この太いの半分にすればいいのか。根気がいる作業ですよこれは。最後まで飽きずに私切ることができるでしょうか。途中からぶっとくてもいいやつって投げ出しそうになりそうな気がする。すっぶっといけど、まあまあいい感じですね。これふと思ったんですけど、一回冷凍しておいた方が切りやすいかもしれないですね。冷蔵庫から出したての状態だと柔らかくて油が出てくるから、ふにゃっとして切りづらいかもしれない。細く細く、あ、いいね。結構ねサーモンに厚みがあるから、一回横に切った後に倒してさらに3等分ぐらいにした方がいいかもしれない。あー切れた。動画であるの2回目だから、前回よりも綺麗に作りたい。頑張る。今日ね暑いんですよね。半袖でもいいぐらいだからね、サーモンがちょっととろけてきちゃってますね。ダメだな、うわ切れないな。今回細くしようってことを意識してるから、細くはできてるんだけど、途中で切れちゃってね、長さがねなくなっちゃってる気もしなくもない。果たしてうまくできるのでしょうか。お魚屋さんとかさ、プロの方にさ作ってほしいですねこれ。めちゃくちゃ綺麗なサーモン麺できそうじゃない、プロが作ったら。私はね食べることはプロ級なんですけどね、ちょっと料理はねまだまだなのでうまく作れない。でも私の最大限の力を使って作ってみせる。毎回料理をしてるたびに思うんですけど、作るのはね時間かかるのに食べるのは一瞬ですよね。よいしょ。はい、ということでやっと半分できました。残りの半分も切ってきます。はい、ということで無事に切り終わりました。前回よりはまあまあ上手にできたかもしれないですね。切ってる間にねデロンデロンになっちゃったので、これをね一旦ね冷蔵庫でまた冷やしたいと思います。じゃん、こちらもコストコのシュリンプカクテルでございます。実はサーモン以外にもこれも買ってたの。これもね一緒に食べたいと思います。ではサーモンが冷えるまでもう少々お待ちください。はい、ではだいぶ冷えてきたので盛り付けたいと思います。こちらのねオーガニックベビーリーフも準備しました。なのでこれも一緒にね盛り付けていきたいと思います。このね器もね冷凍庫に入れておきましたよ。キンキンに冷えてます。どうやって盛り付けるのが一番なんだろう。なんかお蕎麦みたいにしようかな。いいねいいね。まずサーモンがこんな感じ、いい感じ。ここにエビを乗せます。レモンも添えて、そして卵黄、よいしょ。はい、ということで完成しました。サーモン麺 with エビです。それでは早速食べていきたいと思います。今日のお飲み物は札幌クラシック。それでは今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あー美味しい。今日暑いんですよ、だから最高に美味しいです。よし、今回準備したつけ汁はそうみのつゆを水で割ったものです。うー欲張りすぎましたね。このぐらいにしときましょう。ではつけていただきます。美味しい。ちゃんと綺麗に麺になりましたよ今回は。太さはねちょっと太いですけど、つけてこれですよこれ。食べたことあるからね、美味しいのは当たり前に知ってるんですけど、食べるたびに感動がある。めちゃくちゃ脂が乗ってるんだけど臭みもなくて本当に最高です。そしてつけだれがね、麺つゆっていうのがねまたねさっぱりしますね。醤油よりもさっぱりする。
じゃあ早速卵黄割っちゃおう。えい、卵黄と絡まってる。ちょっとつけてね。卵。なんだこの食べ物は。ちょうどねエビも卵黄に使ったのでエビちゃんも食べます。エビちゃんも美味しいわー。プル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 。マヨネーズもかけてみよう。プシュー、絶対合うよねマヨネーズね。ああどうしよう、最高すぎる。1キロちょっと量が多いかなって思いましたけど、全然そんなことないです。サーモンってさ、途中で飽きたりとかするかなって思うじゃないですか。飽きないんですよ、なぜか。卵黄たっぷり部分ちょっとつけて、最高。今めんつゆで食べてるからすごいあっさりと食べられるんだけど、ちょっと今回ね醤油で食べたくなりました。ということで醤油持ってきます。よし、じゃあこのままダイレクトにかけちゃいます。そしてわさび、ちょん。あ、ちょっとさすがにわさびつけすぎたかな。ここにある卵黄とも絡めて、では。やっぱりね、醤油美味しいですね。すごい破壊力。ココチューブ。あまりにも醤油が美味しすぎたんで、醤油をかけます。えい。そしてちょっとわさびをここに出しといて、わさびをつけて。普通の麺と違くてね、欲張りすぎて2本3本で食べるとね、すごい量になっちゃうので、なるべくね1本ずつ食べます。言葉がいらない。めんつゆもね、つけてね。はあ、私、オタク気質があるから、興奮するとね、めちゃくちゃたくさん喋っちゃうし、早口になっちゃうしで、よくね、コメントでご指摘をいただくんですけど、今日はね、なんだか、まったりと食べたくなるような、そんな感じです。この幸せな時間が終わってほしくないとまでも思ってる。ずーって食べちゃうと、一瞬でなくなっちゃうじゃない？で、今もさ、半分になっちゃったでしょ？あー、悲しい。1キロこんな少なかったっけなー。いやー、これは罪だな、罪な味。ということで、マヨネーズ、卵、それらを絡めて、ちょっとだけディップ。
今日ベビーリーフをね準備してよかったですわ。すごいベビーリーフとも合う。私不器用だからサーモンをこうやってね細く切るのね結構苦手なんですけど、頑張った甲斐がありましたね。しかも今回エビとサーモンの組み合わせで最高ですわ。本当に最高。よく私動画の企画で子供の頃に憧れてたポテトを山盛りいっぱい食べるとか生牡蠣をいっぱい食べるとかいっぱいやってきたんですけど、これもね夢のうちの一つですね。しかも本来だったらサーモンってシャリと一緒にお寿司にしてみたりとか、ご飯のお供でお刺身にしたりとか、必ずねご飯と一緒に食べて満足をすることが多いじゃないですか。でも今日はご飯抜きでサーモンだけでお腹いっぱいにしようとしてるの、すごくない？確かにご飯とサーモンの組み合わせとか最高ですよ。サーモンのお寿司とか私も好きだし。だけどね、一度はねサーモンだけでねお腹いっぱいにしてみたいって思ったことありませんか？そんなわけで今日もね1キロサーモンあるし、お酒飲むときあんまり私ご飯食べないのでご飯の準備をしてないんですけど、サーモンをこんなにたらふく食べられるなんて人生で1回か2回あるぐらいじゃないですか。私はねこれだけの量のサーモンを一気に食べるのは人生で2回目なんですけど、幸せですね。思いのほか私お腹空いてたみたいで一気に食べちゃったから、ここからゆっくり食べよう。レモン絞りたいと思います。レモンはカクテルシュリンプについてたやつですけど、サーモンにも合いますからね。かけまーす。えい。レモン醤油にしましょうか。めちゃくちゃ爽やか。レモン最高だわ。酸っぱいもの好きなんですよね。レモンをね丸かじりするっていうことはないけど、柑橘類とかも好きだし、お酢も好きだし、この濃厚なサーモンにめちゃくちゃ合います、レモンが。ベビーリーフもあるし、レモンかけるとカルパッチョみたいでさっぱり。今回でサーモン麺は2回目だし、自分でねサーモン寿司を作ったこともあったし、サーモンの海鮮丼を作ったこともあったんですよ。でもねまだまだねコストコのサーモンで作りたいものがあって、サーモンカツ、それもいつかね動画でやりたいなって思ってんの。絶対美味しいじゃないですか、このサーモンで作ったカツなんて。もし作るとしたら絶対に中身はレアにして作りたいなって思ってます。じゃあ最後の卵黄も割ります。へい。この卵もねコストコの卵なんですけど、今日のはね結構卵黄ちっちゃめでしたね。卵白は多かったけど。最高。こんなちょっとになってしまった。レモンとわさびの組み合わせも最高。それでは最後の一口です。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。ごもちゅーぶん。はい、ということで今日は久しぶりにサーモン麺を作って食べてみました。皆さんのおすすめのサーモンの食べ方があればぜひコメントで教えてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。
これは